到着した国で PCR 検査を受けたら陽性だった、入院しなければならなくなった、そういった時の入院費をどうやって賄うのか、1100万円ぐらいかと思います。それぐらいが保証されるコロナ保険。こんにちは、人生に楽しい旅を、住明です。明けましておめでとうございます。昨年はコロナのこともあってなかなか海外にも行けないような、そういった時にもなってしまいましたが、今年2021年はだんだん海外に行けるような、そういった年になってくれればいいなと思います。今年は皆様にとっても良い年でありますようお祈りしています。今回は海外に行った時の保険についてお話しさせていただきます。その保険の種類はコロナ保険になるんですが、これから海外に行く際にはコロナ保険が必要になることは多くなってくると思います。万が一到着した国で PCR 検査を受けたら陽性だった、それで入院しなければならなくなった、そういった時の入院費をどうやって賄うのか、もしコロナ保険に入ってなかったら多大なお金が請求されてお金が減ってしまう、そういったことにもなる可能性があると思います。そういった意味でも今後の海外渡航に関してはコロナ保険というものが大切になってくると思います。そこで今回はタイへの渡航を例にとってお話していきたいと思います。実際タイへ渡航するためにはタイ政府がコロナ保険に入っておくこと、こちらを必須条件としています。そしてそのコロナ保険で保証される金額、それが10万米ドル以上が必要とされています。10万米ドル、10万アメリカドルというとどれぐらいかと言いますと、10万かける110をするとだいたい1100万円ぐらいかと思います。それぐらいが保証されるコロナ保険、これに入ることをタイ政府はタイへの渡航に関して必須条件としています。今回の動画を見ていただくことにより、タイへ渡航する場合のコロナ保険のことはもちろん、その他の国へ行く場合にもこういうような保険に加入すればいいんだな、そういったことの参考になると思いますし、タイ大使館から教えてもらった日本の保険会社のことなどもお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか最新情報をいろいろお伝えしています。これからも皆様の役に立つような情報、いろいろと配信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではタイへの観光渡航で適用できるコロナ保険について見ていきたいと思います。タイへ観光で渡航する場合、この場合には3つの方法があるんですが、まず1つが特別観光ビザという方法、もう1つが観光ビザという方法、もう一つがビザ免除、ビザがない状態でタイへ行くという方法。この3つの方法が今タイでは観光で行くということが許されているんですが、この3つの場合に関してどのようなコロナ保険、こちらを取得すればいいのか、こちらについてお話しします。それでは保険会社のホームページを見ていこうと思います。こちらに COVID-19 インシュランスとありますが、コロナ用の保険会社になります。こちらのホームページのリンク概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はご確認ください。こちらをクリックします。するとこのような画面になりました。こちらで Buy Now をクリックします。すると次のページが表示されます。こちらでカントリー、日本なので Japan を探して選びます。でステータスのところなんですが、今回はツーリストビザ、観光ビザにしてみます。でデートオブアライバル、タイへの到着日ということになりますが、例えば1月の20日にしてみようと思います。そして何日間滞在するかというところで、例えば60日にしてみます。そしてこちらで値段が出てきますが、4480タイバーツということになります。そこで NEXT を押します。そしてこちらでいろいろと情報を入力していきます。 E メールアドレスですとか携帯番号、また名前や生年月日、また現在の日本の住所、こちらは何か大変なことがあった時の保険の受取人を記載する場所ですね。そしてこちらが保険の内容の受取方法になります。 E メールで契約した保険の内容を受け取るのか、それとも郵送で受け取るのかというようなところを選ぶんですが、この郵送で受け取る場合はタイのアドレスのみということになりますので、 E メールで受け取るというところをチェックします。そしてアクセプトのチェックボックスにチェックを入れて NEXT を押します。そうするとですね、次のページでどのような保険内容かというところが出てきまして、プランがコロナ保険60日分、そしてこの保険の適用が始まる日と終わる日というのが出てきます。そしてこちらからクレジットカードで決済していくんですが、このような方法でこちらはタイの会社になるんですが、コロナ保険の申し込みをすることができます。こちらの会社安いんですが、一つ問題がありまして、今最初の方のページに戻ってきたんですが、何ビザですかということで、こちらで
最初、観光ビザを選びました。タイで観光に行く場合は、観光ビザか特別観光ビザか、もしくはビザ免除というこの3つの方法があるんですね。観光ビザの場合はこちらツーリストビザを選ぶことはできますし、特別観光ビザの場合は STV と記載されている、これが特別観光ビザのことなので、こちらを選ぶことができます。ただビザ免除の項目がないんですね。ビザ免除の項目がないので、アザーズというところをクリックして申し込みをしようとしましたら、あなたは現在タイに渡航できませんというような、そういったポップアップが開いてしまって、じゃあビザ免除の場合どうやって保険申し込みをしたらいいのかというところなんですが、タイ大使館に問い合わせてみたんですね。そうするとタイ大使館からの回答は、こちらのツーリストビザでも良いということでした。大切なのはタイに滞在する期間、その期間分の保険が適用されており、そして10万アメリカドル以上が保証されている保険であれば大丈夫ということだったんですね。なのでビザ免除でタイに入る場合でも、ツーリストビザというところを選んで大丈夫というような、そういった回答でした。ただですね、私としては少し怖いなと思うのが、ビザ免除でタイに入った場合、万が一なんですがコロナに感染していた、入院したとか大変な状況になったという場合に、自分自身はタイに入国したステータスとしてはビザ免除というステータスで入国しているんですが、コロナ保険はツーリストビザで契約しているので、もしかするとなんですが保険料がおりませんなんていうことに万が一なってしまったら大変だなというようなところも思うので、大使館の見解ではビザ免除でのタイへの渡航、これが認められるようになったのは最近のことなので、まだ保険会社のホームページがビザ免除に対応できてないので、そういった項目がないのだろうというような話をしていたところもあるので、もう少し待って保険会社のホームページにビザ免除の項目ができるのを待ってから申請した方がリスクは避けられるのかなと思ったりもします。そういった意味でも、直近でビザ免除でタイに行こうとされる方はどうやって保険を取ればいいのかということ、そういったことを思って、タイ大使館の人に、他の人たちはどういうような保険会社でコロナ保険を申請してタイへ渡航してますかということを聞きました。そうすると上がってきた名前がアイオイ保険ですとか損保ジャパンとか、そういうような会社でコロナ保険を申請してビザを取得してますというような話をいただきました。ですので今後タイに行かれようと思っている方もそうなんですが、それ以外の国に行かれようと思っている方でコロナ保険が必要という方は、そういった日本の会社に連絡してみるのも一つかと思います。またこれから海外渡航というものが少しずつ活発になってくると、保険ビジネスとしても様々な保険会社がコロナ保険というサービスをバンバン出してくる可能性は高いと思います。中には安いものも出てくる可能性もありますので、行かれる際に最新情報をインターネットで検索して一番いいなと思ったところで契約するのがいいのかなと思ったりします。実際タイはこのコロナ保険に対応した会社がどんどん出てきていて、タイ大使館にコロナ保険を扱っているタイにある保険会社のリストをもらったんですが、そちらもちょっと画面でご紹介します。こちらのページになります。このページも概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご確認いただければと思います。ノンイミグラントビザがあって、スペシャルツーリストビザ3項目があるようです。スペシャルツーリストビザのところを見ていこうと思います。そうするとこのような保険会社がずらーっと紹介されています。中には聞いたことのあるような保険会社もあったりします。例えばなんですがアクサですとか、こちらは損保インシュランスと書いてますが、多分損保ジャパンの子会社かそういった会社になるんじゃないかと思いますが、どんどんコロナ保険に対応する保険会社がタイでも出てきてますので、こういった中から選んでいくというのも一つの方法だと思います。またこのアクサとか損保ジャパンに関しては日本でも問い合わせをすることができると思いますので、まずは日本で問い合わせをしてみるというのも一つの手じゃないかなと思います。いかがでしたでしょうか。タイへの観光渡航の場合は3つの方法がありますが、特別観光ビザとか観光ビザに関しては安い保険会社がありますので、そちらで申請するのがお得だと思います。またビザ免除に関しては安い保険会社で申請することも可能なようですが、少しリスクがあるようにも感じますので、リスクを避けようかなと思われる方は日本の保険会社に相談してみるのも一つかと思います。
ただ先ほどもお伝えしましたが、このコロナ保険という制度はまだ始まったばかりで、これからどんどん増えていくと思います。それは海外の会社だけではなく、日本の会社も様々な商品プランが出てくると思います。ですので皆様が渡航される際には、その時の最新情報をチェックするのが大切になってくると思います。最新情報をチェックするコツとしては、まずは渡航しようとされている国、その国内の保険会社でどういった保険会社があるのか、どういったプランがあるのか、そういったことを調べてみる。特に大使館に連絡をすると、大使館がリストなどを持っている場合もあったりするので、そういった情報を大使館からもらうのは有効だと思います。またそれだけではなく、日本の会社にも連絡してみて、どちらの方が得か、どちらの方が安心できるか、そういったことを確認して、自分に一番適しているプラン、自分が納得できるプランを選んでいく、そういうような形になっていくと思います。次回はこれも今後の海外旅行で大切になってくると思いますが、2021年万が一キャンセルが発生するような、そういったことが起こってくる可能性もあると思います。飛行機がキャンセルになった、ビザが無効になった、そうした時に飛行機のフライトチケットはどうしたらいいのか、予約していたホテルはどうしたらいいのか、そういったことについてお話をしたいと思います。いつもいいねとコメントいただきましてありがとうございます。2021年も頑張って YouTube 投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。日本も今のところコロナが安心できない状況ですので、皆さんも健康には気をつけて、免疫を保って良い日々をお過ごしください。皆様にとって2021年が素晴らしい年になりますことをお祈りしています。今回も動画を見ていただいてありがとうございます。